ということで、ちょっと都市伝説から離れてしまったんだけど、ちょっとやってみますね、かしら。てかね、この中のどれをやってほしいかとね、クーファー秋夫に。この1番か10番のこれやってくれっていうリクエストがあったら、もうぜひ、クーファー秋夫を献残しますから。グレートクーフ献残のように、ムタよりも献残しますから。グレートクーフが。いや、クーファー秋夫が。リクエストは常に募集中とか。今ね、興味があるやつね。やっぱりちょっとね、あれがあったじゃないですか。それやっぱやりますね。今、アメリカの大統領そろそろ決まるじゃないですか。トランプ対バイデンっていう。あれ、どっち勝つと思います？だってバイデンが有利ってなってるのに、この都市伝説系みたいな人たち、予言者的な人たち、すげえトランプがなんだかんでトランプになるって言ってるんですよ。で、そんなことあるってなるけど、確かに4年前もヒラリー・クリントンとの戦いで、なぜか、なんか、結構ヒラリー・クリントンガチみたいな感じだったんですよ。でもなんかのあれで、なんかトランプ乗ったんですよ。トランプ勝ちみたいな。なんかそういうこと起こりがちなんですよね。石破さんいるじゃないですか。日本の。政治家みたいな。あれ、前も、安倍ちゃんが大統領じゃねえや、総理大臣やるとき、戦いでですね、石破さんの勝ってたのに、なんかよくわかんないルールで、安倍ちゃんが勝ったみたいになってずっと総理大臣安倍ちゃんがやってたんですよ。で、なんか年数経ったら人気がなくなっちゃったのかもしれないけど、石破も出てもね、今回、全然ダメだったじゃないですか。なんか、いつの間にかあんななっちゃって、ちょっと怖そうだった。あんなに、ほぼ、なんかルールで負けて、なんか数字では勝ってたみたいな、石破さんが慣れずに、それで慣れず終わんのみたいな。終えって。石破さんなんかちょっと考えがなんかすごいですよね。マジック。で、トランプもそんな感じで勝ったんですよ。で、これ4年経って、今回、だってもう数字出てるんですよ。もうなんか、バイデンがバイデンぐらいになったんですよ。そのくらいですよ。僅差とかあんまないのに、あれがひっくり返ってですよ。まあ、ちょっと灰色でどっちになるかわかんないみたいな。接戦みたいなのがあるんですけど、まあ、あれが全部トランプひっくり返ったらですね、まあ、確かにトランプ勝つのかもしれないんですけど、普通、今回バイデンが勝つでしょうね。そのなんか考え方とかじゃないですよ。その政治手法じゃなくて、我々、日本でただこう、傍観して見てるだけですから、あの数字だったら普通バイデンじゃないですか。なのに、いやいやいや、ヒットジーと、4年前を思い出すと、お前。4年前だってそんな感じで、なぜかトランプになったよねっていう。だから今回だって、トランプだし、もう都市伝説界では、都市伝説界側ではもう完全にトランプの勝ちになってますから、ね。バイデンって言ってる人、います？わかんないけど。なんかやったらみんな、なんだかんで言ってもトランプになるし、なんだかんで言っても東京オリンピックやらないっていうのが、都市伝説界の定説になってますよ。今回は、トランプが、勝つと、思ってる方は、グッと。いやいやいや、何言ってんのお前、現実見ろよ。バイデンも有利なのか、バイデン勝つでしょ。っていうことは、バットマークをしてね、この動画から去ってもらえると、嬉しい。で、またね、だって、もう数日後には、もうなんだかんだ言うと結果出ますから、ね、ちょっとね、見ましょうよ。これでトランプだったらもうおええですよ。そうするともうイルミナティ的なね。もうこれ、しょうがないんじゃないかって。なんか筋書きかかりすぎだろと。で、もう、多分次の大統領の時に、あとこれも都市伝説ネタですけど、宇宙人の存在も明かすだも明かさないだも、明かしくレコードと関係あるかどうかだけど、まあ、クーフは明かしのたこ焼きになってきますからね。そろそろ宇宙人の存在的な話が出るらしいんですよ。
これはね、ちょっと工夫仮説があるんだよね。これ、宇宙人がもしいなくても宇宙人いるみたいな感じのストーリー作る場合がありますからね。ここは注意です。だってなんか日本でもその宇宙軍みたいなの作りましたみたいになってましたよね。で、なんかすげえ宇宙ばっか意識させてんじゃないですか。これ、本当にそうだからって言って、宇宙のそういうのがあるよって言ってくるかは別問題ですよ。いや、本当にそうなのかもしれないですけど、これはですね、あるんですよ。似てるお話が。これは工夫の中では、戦国時代のあの豊臣秀吉の朝鮮出兵ですよ。武士の皆さんにお給料が払えなくなるんですよ。もうみんな年をこう渡したりもするじゃん。そしたらどうなるかっていうと外側に向くじゃないですか。日本の外側に土地取ってきてみんなに分け与えればいいんだみたいななるんですよ。で、まあ日本のそういう、まあ日本だけじゃないですけど戦争とかもそうじゃないですか。自国がもういっぱいいっぱいだったら外側の取り行けばいいじゃんってなるじゃないですか。で、もう人間間同士では戦争とかするのは完全に悪みたいな。ほぼできないですよ、人の殺し合い。まあ、まだやってるとかありますけども、大々的にはもうできないんです。ってなったら、どこに目を向かわせる？宇宙でしょ。地球の外側じゃないですか。で、朝鮮出兵的なものがスケールがでかくなって、宇宙出兵編みたいになるんですよ。で、火星とかそういう月だとかっていうもの、領土の取り合いじゃないですけど、こっち側に向いて、だから人間、だから前だって日本人たちは殺しちゃったわけですよ。まあ、他もそうですけど、その内乱みたいになってたわけですよ。が、外を向けて、あれですよ。なんだっけ。うわ。前は黒船が来たわけですね。で、黒船が来た時に坂本龍馬たちが、なんで日本人たちが、いがみ合わなくちゃいけないんだ、みたいな。今は、日本人たちは、手を組んで、海外と戦うべきだ、みたいな。形だったわけじゃないですか。でも、その前までは、もう、あれですよ。群馬県の人が埼玉県に攻め込んだみたいな話で、その日本人同士でやり合ってたわけじゃないですか。それが戦国時代のわけですよね。で、今度は、もっとスケールがでかくなると、なんで地球にいる人たちで、こう人種がどうだろう、なんだとかって言って、やり合ってんだ、みたいな。同じ人間じゃ、地球人じゃないかと。もう宇宙来てんぞ、みたいな。宇宙とやり合わなくちゃダメだ、みたいな時代が来るわけですよ。まあ、ドラゴンボールの世界もそうなんですよ。なるんで、まあ多分人間間の戦争はだんだんなくなってくるんですか。で、なくすためにはその宇宙の脅威みたいな。地球の星、とか星がですね、外国人ってことですよ。異星人ってことですよ。異星人たちとやり合うってなれば、その地球での地球人のいがみ合いはなくなる。日本人たちのいがみ合いはなくなる。っていう側に向かせてくんだと思うんですよね、クフのこの予想は。まあ悪くはないと思うんですよね。もし作り話だったんですけど。で、ホモサピエンスですから、虚構の力ってなるよね。本当だろうか嘘だろうか。バファリンの半分の成分は優しさで作られてるみたいな虚構と出して、まあ、虚構なのかちょっとわかんないですけど、そういうことなんですよ。だからね、そこら辺が、まあ、なんつうか、アメリカの、まあアメリカがやっぱりね、リーダーシップ取ってるようなもんですけど、今だよね。で、これ最後っていうか、まあ、この時期にですね、まあ、コロナもこうなってますけど、宇宙人の、宇宙人ネタは絶対出してくる。それが、事実とか虚構かはわかんないけど、それは工夫予想です。工夫予想。他の都市伝説も聞いても、まあ、ここら辺で宇宙ネタは出してくるよ、絶対。本当か嘘かもう一回言いますよ。本当か嘘かわかんない。死ぬか死ぬないかどうとかあれなんですけど、絶対出す。宇宙ネタを。で、意識をなんか宇宙に向けさせる。っていうイルミナティっていうか、その先導っていうか、プロレス的な筋書きは絶対ある。だその、世界は筋書きで作られてるとかやってるんだっていうのと、プロレスのネタで、ほらー、さっきプロレスの話いっぱいしたでしょ。プロレスから学ぶこといっぱいあるよね。どうやってそのブックを書いたり、ブック破りとか、ね、筋書き破りをしたりだとか、プロレスとね、その政治って似てるんですよ。だから、プロレスラーは政治家になる人いるんですよ。ほら、繋がった、これ。そういうことなんですよ。そういうこと、トライアゲットです。プロレス本当何度かする。そうすると、あー、ここ、
この政治の世界のこれ、あ、プロレスやってんだみたいなのがだんだんみんなで分かってくると、本当の新日とかね、ノアとか全日とか、プロレスの筋書きと政治家たちのやってる筋書き、どっちが上手かな、まあ、政治はプロレスですから、ね、本当見てたら分かるんですよ。都市伝説とかそういう、なんつうの、やらせとかっていうか、そういうプロレスなんだよ。何回も言うけどプロレスだから政治は絶対だから、それ見て、あの、だプロレスだと思ったら楽しいかもしれない。どうもプロレスラーを応援するかぐらいな感じで政治家見てるんですよ。別に偉くね、たおっさんのパーマだった、そんな感じなんで、その、あ、このプロ、だから武藤がかっこいいとか三沢かっこいいみたいな感じで、この政治家のこのプロレス面白いじゃんみたいな感じで楽しむってどうですか。お、いいじゃん、その筋、その楽しみ方ちょっとやってみろっていう方は、言葉、いや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 、羊おめえ何ふざけてんだと、政治はもちろん真面目に考えなさいよ、まあ、羊だから考えられるかもしれない、人はバッドマークを越してくださいっていう、まあ、今回はちょっとね、トランプ対バイデンからここら辺の、政治はプロレスだというところまで映ったクッフフ話でした。ではこんな感じしとこうかね。ハロウィンはありがとう。